こんにちは。決勝までホテルを早く延長してください。韓国サッカー代表チームのクリンスマン監督はグループリーグでの不振にもアジアサッカー連盟 AFC アジアカップ優勝に自信を見せた。韓国代表チームは27日午前カタールのドーハ近郊にある練習場でチームトレーニングをした。サウジアラビアとのベスト16戦に備えたトレーニングだった。韓国とサウジの試合は日本時間で31日午前1時からアルライアンのエデュケーションシティスタジアムで行われる。代表チームは25日にグループリーグ第3戦でマレーシアと戦い、26日は休息した。韓国代表チームは今大会で競技力があまりに振るわず叱責を受けている。格下のチームと行ったグループリーグ3試合で6失点しながらも1勝2分けにとどまった。特に国際サッカー連盟 FIFA ランキング130位のマレーシアに苦戦の末に 3-3 で引き分けたのは韓国サッカー界とファンに大きな衝撃を与えた。この日のトレーニングに先立ち取材陣と会ったクリンスマン監督は自信があふれていた。宿泊を延長しなくてはならないが本当に決勝戦まで予約しても大丈夫かと問う取材陣の質問に、早く延長しなさい、決勝戦までホテルを予約しなさいと大声で答えた。彼は続けて、重要なことは自信だ、我々は優勝するためにここに来ており、目標が明確で我々自身を信じている、皆さんも一緒に信じてほしい、最後まで一緒に行こうと話した。この日トレーニングは予想より明るい雰囲気の中で行われた。選手団26人全員が参加し、太ももの筋肉を負傷しているイギジェだけ別途のメニューをこなした。キャプテンのソン・フンミンがムードメーカーとなった。孫強は本格的なトレーニングに先立ち行われたシュート練習でキーパーを務める珍しいシーンを見せた。両腕を広げて誇張された身振りでシュートを防いだ。この姿を見たチームメイトは笑い出した。トレーニングに先立ちクリンスマン監督は選手らと円陣を組んで7分ほど発言した。クリンスマン監督は前日コーチ陣とサウジアラビアの戦力を分析した。サウジはマンチェスターシティやイタリア代表チームなどを指揮したイタリアの名将ロベルト・マンチーニ監督が率いる。クリンスマン監督はサウジは攻撃陣が自由に位置を変えながらプレーするのがとても良い、個人の技量が良い攻撃手に注意しなければならないようだと話した。その上でトーナメントは一番勝負で負ければ脱落だ、これからは一試合一試合が決勝だ、大会が終わった時に我々が優勝できなかったとなら叱咤しても良い、それに耐えるのが私の仕事、しかし今は私たちを信じて応援してほしいと話した。日本代表が出場しているサッカーのアジアカップカタール大会で韓国はグループリーグ1勝2分けよもやの2位で決勝トーナメントに駒を進めた。第3戦の世界ランク130位マレーシアは壮絶な打ち合いの末に3対3で引き分け、韓国国内ではドイツ出身ユルゲン・クリンスマン監督への不満も高まっている。かつてクリンスマン氏が代表監督を務めた古巣米国の地元メディアも現状をクローズアップした。米スポーツメディアジ・アスレチックはユルゲン・クリンスマン監督が率いる韓国は国民の忍耐力が弱まり好印象を与えるのに苦戦しているとの見出しで報道。韓国は本質的に危機の真っ只中にいると現状を指摘し、クリンスマン監督についてこれは自信とリーダーシップの両方をめぐる危機であり、クリンスマンのパフォーマンスは厳しい監視下に置かれているとし、韓国国内から手腕を注視される状態にあると伝えた。評論家が言うところの古臭い 4-4-2 フォーメーションを使い、チームのスター2選手であるトッテナムのソン・フンミンとパリ・サンジェルマンのガンインに頼りすぎていると非難されていると冷ややかな評価の根拠を紹介。実際のところ現時点で彼ができることはあまりないようだ。マレーシアとの壊滅的な3対3の引き分けの終わりに彼は悲しげな笑みを浮かべたが、そのことでも非難されたと吹き荒れる向かい風に言及した。グループ1通過がかかったマレーシア戦は引き分けに終わり、2位通過に屈辱的な失敗をし、グループ E でバーレーンに次ぐ2位で終わったことで韓国は実際日本との大激突を回避したと指摘。クリンスマンは未だ米国に住んでおり、不定期でこちら米国や
韓国で過ごし、彼のアシスタントたちに国内の試合を任せている。これはサッカーに熱狂する韓国の国民にとっては受け入れられないことだ、と。仕事のスタイルも冷ややかに伝えた。ヨルダンにも引き分けるなど、格下相手に苦戦が目立っている今大会。トッテナム・ホットスパー、バイエルン・ミュンヘン、PSG、セルティック、ウルブズ、シュツットガルトからの選手を擁しており、一部では才能の黄金世代とみなされるチームにとって、ヨルダンとマレーシアとの引き分けは意味をなさないだろう、としており、決勝トーナメントで周囲の評価を覆せるか。また、アジアカップ決勝トーナメント1回戦、日本の対戦相手は韓国ではなく、バーレーンとなった。韓国の日本に対するライバル心がどれほどなのかは定かではない。しかし、アジアナンバー1をかけたこのアジアカップで日本に遅れを取ることはできないのだろう。韓国も日本同様、この大会に可能な限りのベストメンバーを送り込んできている。欧州組は26人中12人、22人の日本に比べ占める割合こそ低いが、この中にはキム・ミンジェ、バイエルン、イガン・イン、パリ・サンジェルマン、ファン・インボム、レッドスター、ツルベナスベズだと。今季のチャンピオンズリーガーが3人含まれている。ソン・フンミン、トッテナムを加えた看板選手の比較では日本といい勝負、あるいはそれ以上になる。だがグループリーグ、グループ E の成績は2位、1勝2分け。グループ D で2位に終わった日本にお付き合いする格好となった。グループ D で行き通過を果たせば、決勝トーナメント1回戦で日本と対決することになる。韓国の2位通過は、ライバル国との早期の対決を避ける意図的な作戦だった可能性もある。グループリーグ3戦目の相手は2戦を終えて2敗と、その時最下位に沈むマレーシアだった。韓国が 1-0 で折り返した前半の試合内容を見る限り、両者の間には大きな力の差が存在していた。だが後半、マレーシアが試合を 2-1 と逆転する。同時刻に行われているヨルダン対バーレーンの途中経過を踏まえると、韓国はこのまま終わればグループリーグを3位抜けすることになる。それではいくらなんでも格好悪いと踏んだのか、試合を 3-2 と逆転した瞬間、グループ首位となり、決勝トーナメント1回戦で日韓戦が実現しそうなムードになっていた。しかし後半のロスタイムはたっぷりあった。事件が起きたのは通算105分。UEFA クラブランキング2位のバイエルンという韓国選手の中にあって欧州の最上位クラブでスタメン出場を続けるキム・ミンジェが、軽率なあるまじきフィードミスを犯す。シューターへのタックルも甘かった。 3-3、 韓国の2位通過はこの瞬間に決まった。実はヨルダンと戦った2戦目も怪しかった。前日、日本はイラクに敗れていた。日本のグループ2位は決定的な状況になっていた。韓国がもしヨルダンに勝てば、3戦目の相手がグループ内で最弱のマレーシアであることを考えると、意気通過の可能性は濃厚となる。日本との対戦を避けるためには勝つわけにはいかない。そんな思惑は後半のロスタイムで 2-2 に追いつく試合展開と深い関係にあるように見えた。いずれにせよこの結果、日韓両国が直接対決する可能性は2月10日現地時間ルサイルで行われる決勝戦以外になくなった。お互いそこまでたどり着けるのか。英国ブックメーカー各社は、1番人気に日本、2番人気に韓国を推す。決勝対決の可能性は高いと踏んでいる。日本と韓国の1番人気、2番人気の予想は開幕前と変化なしだ。だが例えば最大手の一つウィリアムヒル社は、当初 3.25 倍対6倍だった両国の関係をグループリーグを経た今、2.62 倍対 4.5 倍に変更している。より拮抗した関係にリセットした。筆者の印象も同様、決勝で戦えばいい勝負になるのではないかと見る。布陣と選手の適性がマッチしたサッカー、森保ジャパンとは対照的なチーム。韓国をざっくりと言えばそうなる。サウイングに起用された南野拓実が居心地悪そうにプレーしたり、1トップ下に起用された久保建英が左右に流れたり、大きく前後に移動するようなことがない。 4-2-3-1 がピッチ上にくっきりと現れる均整の取れたサッカーだ。ポジション移動はある。エースのソン・フンミンは通常
大型の1トップ、チョギュソン、ミッテラン、あるいはオヒョンギュ、セルティックの下、脇でプレーするが、戦術的交代で左ウイングに移動するパターンが目立つ。3戦目のマレーシア戦ではトップ下で先発したが、後半、戦術的交代とともに左ウイングに移動した。戦術の南野やかつての香川真司がそうであったように、無理に移動させられた感じではない。ソン・フンミンは本職の左ウイングのように、つまり三笘薫前とプレーする。1トップ脇でプレーする時とは、全く別種のテイストを発揮する。中央でも左サイドでも大黒柱になれている。つまり戦術的交代を機に攻撃のカラーは大きく変わる。韓国の一番の強みだと見る。マレーシア戦では、左に回ったソン・フンミンに代わり、途中出場のファン・ヒチャンが、中央でプレーした。プレミアリーグのウルブス、ウルバーハンプトンで、スタメンを張る実力者である。よってソン・フンミンが左に回っても、真ん中の攻撃はパワーダウンしない。1トップも戦術のように大型の2人を擁す。日本にはない魅力で、あることは言うまでもない。メリハリが効いているというか、バランスが取れているというか、彼らの存在が立体感のあるオーソドックスな攻撃的サッカーを可能にさせている。右ウイングにはソン・フンミンに迫る実力者ガンインが張る。左利きの右ウイングである。ここ 1,2 年の伸びは半端ではなく、安定感、プレーに幅が出ている。 PSG では今や不動のレギュラーだ。韓国の久保建英と言いたいところだが、クラブの格でレアルソシエダは PSG に劣る。久保はかつての同僚ガンインに半歩リードを許した状態にある。代表チームでプレーする両者を比較すると特にそう感じる。ハマっているかハマっていないかの差になるが、これは小さな問題に見えて、サッカー的には大きな問題だ。守備的ミッドフィルダーの2枚、イジェソン、マインツとファン・インボムも好選手だ。特にチャンピオンズリーガーであるファン・インボムは、そのグループステージマンチェスターシティ戦で見せたマン・オブ・ザ・マッチ級の高いパフォーマンスが印象に残る。来季はレッドスターからリーグランク上位国の上級クラブへ出世を果たしているに違いない。日本は韓国にフォワードのタレントの数では負けていないが、バランスで劣る。中盤は互角、勝る点があるとすればサイドバックか、左のウソヨン、右のキムテファン、あるいはイキジェより、日本のサイドバック陣の方が若干強敵に見える。タカがサイドバック、サレドサイドバック、サッカーはサイドバックで決まる。欧州でよく耳にする格言を当てはめると巧妙は見えてくる。もう一つ特筆すべきはポカの数だ。日本がグループリーグで許した5失点のうち3失点がセットプレーからだったのに対し、韓国はミスというかポカが原因の失点が目立つ。マレーシア戦で犯したキム・ミンジェのプレーにそれは象徴される。2位通過を図るための手段という疑いは捨てきれないものの、韓国によくありがちなミスとも言える。冒頭で述べたように、日本とは好勝負になるの見解だ。最後に韓国代表の監督であるユルゲン・クリンスマン、2006年ドイツ W 杯で開催国ドイツ代表を率い優勝を託されながら3位に終わった監督だ。その後任で2014年ブラジル W 杯を制したヨアヒム・レーブに比べると印象は薄い。だがそれまでドイツに蔓延していた守備的サッカーを攻撃的サッカーに転じた人物として爪痕を残している。攻撃的サッカー系の監督に的を絞って探した2010年南アフリカ W 杯後の日本代表監督候補にも一瞬クリンスマンの名前が挙がったことがある。久しく外国人を代表監督に据えていない日本にとっては因縁を感じさせる相手になる。決勝戦が日韓戦になることを祈りたい。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て思ったこと、感じたことなど思ったままの本音をコメント欄に書き込んでくださいね。それではまた次回お会いしましょう。